ウィリフリット・ハイド・ホワイトは、イギリスの俳優。グロスター・シャーの、ボートン・オーイコール・ザ・イコール・ウォーター出身。父は、グロスター市教座制度参事会員。マールボロー・カレッジを卒業後は、王立演劇学校で舞台技術を学び、1922年に、アイローブ・ホワイトで、初舞台を踏む。1934年に、ジョサー・オン・ザ・ファームで、映画デビュー。以降は、 イギリス映画を中心に、貴重なバイプレイヤーとして活躍、英国新自然とした風貌で、茶目っ気のある老人から偽善的で一癖も二癖も、ある人物まで全額問わず演じ、人気を博す。1970年代からアメリカでの仕事も増え、テレビシリーズ、バック・ロジャースにも出演。ブロードウェイや、ウエスト・エンドの舞台にも立ち、トニー・ショーに二度ノミネートされている。結婚歴は2度。 最初の妻とは1927年に結婚したが、1948年に死別。その後、1957年に再婚。最初の妻との間に一人、二人目の妻との間に二人の子供を設けた。息子のアレックスは俳優になった。実生活ではロールスロイスを所有し、さらに競争場のオーナーになったため出費が膨らみついに1979年に、 破産宣告を受けたが、競争場を手放すことで立ち直ることに成功し、映画、テレビや舞台への出演を続けた。1983年のファニーヒルが最後の出演作で、その後数年間寝たきり状態になり、1991年に心不全で亡くなった。ありがとうございます。